どうもこんにちは。今回は、岡田監督がついに決断した新守護神、石井大地投手についてご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や、面白い動画を投稿していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひお願いいたします。6月23日、この日は雨で試合が流れましたが、この日のインタビューで岡田監督は、 おさえは石井で行くつもりやったよ。と語りました。6月22日の試合ではベンチ外だった岩崎投手。最後に登板したのが6月18日ということで、現時点で1週間登板期間が空いています。原因は背中の張りによるコンディション不良。とのことです。しかし、登録抹消するほどでもなく、 岡田監督も抹消については否定しています。そして状態については日々良くなっているということで、岡田監督も、今日だいぶちよっと投げ取ったな、強い球な、と話しています。岩崎投手本人も、もう大丈夫です、と語っていました。岩崎投手はここまで、ゲラ投手とダブル守護神として起用されてきましたが、今シーズンは、 29試合に登板、28.1回を投げ、2勝3敗、防御率2.86、10ホールド、10セーブ、被打率2割4分、ウィップ1.20、という成績を残しています。5月以降は疲労からか、少し不安定な投球が続いていましたが、良い時の岩崎投手は本当に打たれる気がしません。 コンディションも万全な状態で戻ってきてもらい、タイガースを支えていってほしいと思います。そして、ゲラ投手もここ最近は不安定な投球が続き、登録抹消となり、2軍での調整期間がありました。6月5日に登録抹消となったゲラ投手は、抹消前は3試合連続失点となり、今シーズンここまでは、26試合に登板、 25.1回を投げ、0勝3敗、防御率2.84、12ホールド、8セーブ、被打率2割8分4輪、ウィップ1.22、という成績を残しています。2軍でも2試合に登板しましたが、2試合目は1回2失点という結果、少し不安が残るまま、21日に最昇格となりました。 そのゲラ投手について岡田監督は、ゲラもやっぱりちょっと一回な。もうちょっと厳しいところじゃなしにな。楽なところで一回投げさせたいしな。まあ、ちょっととにかく一回一軍でな、一イニング、相手バッター関係なしでな、一回投げさせたいよな。二軍の最後な。点を取られて一軍に上がってきてるからな。と、 今後の起用法については守護神ではなく、試合の中盤あたり、もしくは点差が開いてる場面での起用が続くと考えます。そこで、新守護神となるのが、石井大地投手です。岡田監督は、岩崎もこういう状態になったからな、それはいいピッチャーを最後にな。今の状況やったら石井が一番安定感があるし、三振取れるって言うたら、一番。 石井が取れるもんな。と、今後は岩崎投手の状態も見ながら、岩崎投手と石井投手のダブル守護神として起用していくと話しました。石井投手はここまで、15試合に登板。13.2回を投げ、1勝0敗、防御率1.32。被打率2割2分4輪、ウィップ0.95。という素晴らしい成績を残しています。そして、 岡田監督も言っていたように、三振を多く奪えています。13.2回を投げ2二奪三振と素晴らしすぎる成績。奪三振率は驚異の14.49。まさにクローザーにふさわしい投手です。昨シーズンと比較しても、今シーズンの凄さは一目瞭然です。昨シーズンは44試合、40イニングを投げ、 脱三振は29個。それが今シーズンはもうすでに22個。本当にすごいです。今シーズン初勝利となった6月21日には、同点の場面の9回に登板。先頭にヒットを打たれるも、その後は見事三者連続三振というシーンもありました。力のあるストレートに鋭く落ちるフォークやシンカー。 これらを武器に次々と三振を奪っていきますが、石井投手の投球を見た試合の解説者もみんな口を揃えて、ストレートがうなっている。藤川球児のようになれると言っているほどです。石井投手は今シーズンの調子の良さ、脱三振の多さについてこのように話しています。変化球を決めたいところに決められている。 まっすぐも低めに強くいい球が行っているのでより変化球が生きたり逆にまっすぐが生きているという感覚はある。と、まっすぐ、変化球ともに良い感覚で投げられているので共に生きてくると話しています。そんな石井投手でもオープン戦では8試合で2敗、防御率7.00と苦しみました。石井投手は去年よりも少しバッターが嫌がるフォームを求めていた。 フォームとボールのギャップを考え、少し足を上げるときに遅いところを作ってみたり、自分の得意じゃない動きをしていた。体に軸が通っていないみたいな、全部ふにゃふにゃに動いてる感じがあった。と不調の原因を分析しています。そして、副調の決定的な契機となったのが、3日の二軍工夫早手戦。石井投手は、 試合前に全巨筋に収縮を入れるエクササイズをやった瞬間に変わったなというのが分かった。と話し、その日は三者連続三振に抑えました。全巨筋に刺激を入れる作業は今も試合前のブルペンで続けているとのことです。まさに失敗は成功のもと。そのものです。オープン戦に行ったフォーム改造を失敗と呼ぶには語弊がありますが、 去年よりも成長しようと行動した結果、今シーズンの素晴らしい石井投手があります。チーム一の筋肉オタクで知られる石井投手。プロ野球の世界では身長は低めなものの、鍛え抜かれた筋肉を駆使し、高速球を繰り出します。これからの9回石井大地投手の投球に注目です。皆さんは守護神石井投手についてどうお考えでしょうか ぜひコメント欄に書いてください。以上、新守護神、石井投手についてご紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。